また新たなる試みとか、そういうことを聞きつけて、今日はそうなんですよ。そうです、外がリニューアルしてちょっとね、あのいい感じになったんで、ちょっと見てもらいたいなと。これいつからリニューアルされたんですか？もう今日できてます。ピザというよりはちょっとね、おつまみでイタリアのアペリティーボっていう おつまみとお酒をちょっと飲むっていう感じなものを出して、それとまあピザとビールみたいな感じのもの。アペリティーボっていうイタリアの夕方におつまみとビールとかカクテルを一緒に食べながら過ごして、おしゃべりをした後にちょっと食事に行くみたいな感じの時間があって、それをちょっとね提案したんですけど、いろんなおつまみやカクテル、赤いカクテルとかビールとか、こういうカクテルをね、とビールを飲みながらおしゃべりするっていう感じで食べてもらえたらいいなと思って、ドリンク1杯選んでいただいて、このセットで1280円。あ、これも1人前。そうです、1人前。ちょっとドリンクは1つなんですけど、はい。はい、見て、はい、来ました。ではね、いただきます。イタリアンボーノ、わからんわからん。このやつだよ。ちょっと、もしかしたら電気として何もなかったら、甘やかいのとかさ、うん、あれだったら、あのジュース、こっちだよ、山。うまく動いた。バナナ、これ全部。違うよ。
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。